大前浩一と言います。義足ですが、プロのダンサーとして活躍してます。年齢でいうと僕は23歳の時ですね。交通事故で左足の膝から下を切っちゃったわけですよ。でも僕は踊りたいと思った時に義足をつけて踊り続けるっていうことを決め、今に至ります。一番最初のレッスンで義足を初めて履きながらこう動いたんですけど、その時に自分がこう今までやってきた動き、もう目をつぶってでもうできたような簡単なダンスの動きがまるでできなくなったんですよね。ボケてボケまくって、自分がのプライドがズッタズタになった時があったんですよ。1回目のレッスンでこんなにもできなくなったのかと、こんなはずじゃなかったと、もっと踊れると思っていた、でも全く踊れなかった。自信はまだなんか最終的に自信があったんだと思うんですよ。なんか僕が今まで頑張ってきたことはこんなもんじゃないと、その力はそんな足が切れたくらいでは多分なくならなくて、何かしらのこう形にはしていけるっていう、もう自信があったんだと思います。もう自分では一人ではもう無理だっていう負けをもう認めたので、人に頼ることにしたんですよ。例えば義足を改良するときに、その人にどんな義足ができますかと相談を持ちかけ、そこで義足を改良することを手伝ってもらったり、バレエだけじゃないジャンル、ストリートダンス、ジャズダンス、日本舞踊だったりとか、そのモダンダンスだったりとか、そういう動きを習いになって、その自分の動きのレパートリー種類を増やしたり、もうなんとか形にしようと思って、足を外して踊ってみたらって言ってくれた方がいて、その方が大前君らしいというか、やってみたら本当にありだったっていうところからだんだん納得していったんですよね。自分が足がなくても表現として成立するんだ、プロフェッショナルになっていく、いけるのかもしれないっていうような、何か手応えみたいなのを感じたんですね。例えばバク転は僕より上手い人たくさんいるんですけど、片足で僕がやったらかっこいいです。自由に形を決めるダンスだからこそできてる。こうでなければいけないとの葛藤があったんです。パラリンピックの閉会式、世界の人に僕の踊りを見てもらえたっていうのがありましたね。多くの人に知ってもらって、その知ってもらった人の中にちゃんとこういうことを評価してくれてる人がいるっていうのですごく僕は今満たされてます。こういう僕のスタイルをもう少し極めていきたいのと、それをちゃんと発表していきたい。あとはその僕だけじゃなくて、障害を持ったどうしていこうっていう、昔の僕みたいな人がこんな風にしてもプロになれるんだよと、普通の人以下ではなくて独自のプロフェッショナルになれるんだよっていう道をはっきりと示していきたいと思ってます。